阪神タイガース芸人ついに開催決定。38年ぶりの日本一で阪神タイガース芸人決定。2024年1月18日木曜深夜。敷居も辻さんもいない。渡辺健さんがいない時点でやり直し。千秋と遠藤。他にもガチな阪神ファンな芸人がたくさんいるから、まだまだいるぞ。阪神タイガース大好き芸人もやってくれ。ジャイアンツとオリファンいる。新山さん呼ばれてる。やりましたな。陣内出すなって。これは阪神ファンとしては見ないと。岩田吹けたなと思ったらココリコ遠藤やった。なんで巨人ファンがおんねん。タイガース芸人は録画せなな。日本の社長辻も呼んで欲しかった。なんとら速報はこれからも阪神タイガースの動画をお届けするので、阪神ファンの方はチャンネル登録の応援よろしくお願いします。